テレビ東京と日本経済新聞社が実施した6月の世論調査で岸田内閣の支持率は25%となり自民党が政権に復帰して以降最も低かった今年2月の支持率と並びました岸田内閣を支持すると答えた人は5月の調査から3ポイント下がって25%でした7ヶ月連続の20%台で 自民党が2012年末に政権に復帰して以降最も低かった今年2月の支持率と並びました。支持しないは67%で横ばいでした。支持する理由では自民党中心の内閣だからが29%、人柄が信頼できるが25%、国際感覚があるが21%でした。支持しない理由では政府や 党の運営の仕方が悪いが40%、政策が悪い、指導力がないが、それぞれ39%でした。各党の支持率は、自民党が31%、5月調査費プラス4、立憲民主党が9%、マイナス3、日本維新の会9%、プラスマイナス0、公明党3%、マイナス2、共産党4%、 プラス1、国民民主党2%、プラスマイナス0、例は新選組2%、プラスマイナス0、3政党1%、プラスマイナス0、その他の政党を1%、プラスマイナス0、支持、行為政党なし33%、プラスマイナス0、でした。 通常国会で成立した改正政治資金規正法で政治と金問題の再発を防げるかどうか聞いたところできると思うが7%思わないが84%でした物価高への支援策として今月から始まった所得税と住民税の減税について効果があると思うが13%効果があると思わないが80%でした 岸田総理が物価高対策として打ち出した、電気、ガス料金の補助の追加実施などについて、有効だと思うが25%、有効だと思わないが68%でした。岸田総理にどれくらいの期間、総理を続けてほしいか聞いたところ、今年9月の自民党総裁の任期満了まで、が56%、直ちに交代してほしいが26%、できるだけ長くが10%でした。 衆議院の解散、総選挙について、今年の秋までに、が39%、解散を急ぐ必要はないが19%、今年の年末までに、が15%でした。調査は6月28から30日に18歳以上の838人から、固定、携帯電話による聞き取りで回答を得ました。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。 政治資金はできる限り不透明にしておきたい。要するに私的流用のための裏金が欲しい。それが自民党の隠しきれない本音だと今は断言できる。多くの国民とは対局に位置する考えであることは間違いなく厳しい評価になるのは当たり前だ。岸田さんには臨時国会を開き冒頭で衆議院を解散して総選挙を強く求めたい。最後くらいは 多くの国民に真摯に向き合ってもらいたいところだ支持率がどうのこうの次元の問題ではないと思いますろくな結果も出さず国民の税より歳費として受け取りながら観光旅行や不倫交通費及び挙句の果てが税逃れなどこれまでの自民党議員の言ってきた結果により増税どころか国民多数の納税意識が薄れることに 最大のの点があるのではと思います支持する理由では、自民党中心の内閣だからが29%、人柄が信頼できるが25%、国際感覚があるが21%でした。支持しない理由では、政府や党の運営の仕方が悪いが40%、政策が悪い、指導力がないがそれぞれ39%でした。 この回答を作った人人はどんな人支持する理由で自民党中心の内閣だから政権与党が自民党なんだから当たり前では人柄が信頼できるなどもはや内閣に対してではなく岸田氏ファンの言葉だし国際感覚がある海外に金をばらまくだけなのに何をもって国際感覚なのかと聞きたくなるマスコミが稚拙 まだ25%もあるのか。しかし聞き取り調査も当てにならないからなんとも、ポジショントークのために数字をでっち上げたりしそうだし、聞き方一つで数字も操作できるし、この内閣で何か良くなったことがあるんでしょうか。大した成果もないのに続けても結果は変わらないでしょう。それをわかっているのに地位欲しさに延命しようとしている現政権に、 国民のここととを考えるるななんてできるわけもない。結果国民が割を食うだけ選挙は真剣に考えて投票しよう投票しなきゃ積極的な自民推進派献金しておいしい思いをしている人が幅を利かせる相手を利する行為だと認識しようこれだけ支持が低いのに総理の在籍日数が千日ってニュースがあったけどただの悪あがきで続けているようにしか思えないけど せめて北朝鮮にミサイルを発射された後の対応とかそういうことでもすぐに動いて何かしてくれたらいいんだろうけどね撃たれたい放題だよねそれと能登地震の復旧とかも遅れているみたいだし早くどうにかしてあげてよって思うないろんなメディアが世論調査をしてますが サンプル対象の関係で対象のブレはありますが、自民党や岸田政権に対して厳しい結果が出てますね。そりゃ当たり前ですよね。自分たちは好き勝手にやっている方が多いです。お金を集めて、自分の政治資金だと言ってため込んでいる人。海外に勉強会だと言って、遊びに行って SNS に投稿して、勉強会に関して全く説明しない人。 人の話をよく聞くと言いながら全く聞いてない人失われた30年を作り上げた組織ですそれも民主党が悪いみたいな言い方をしてデフレの責任を転嫁した組織です本当に当てにならないもう当てにしてはいけませんこのままでは本当に良くないと思います支持しない皆さんは新しい時代の幕開け期待しているんです 選挙に行って新しい時代を作り上げましょう。案の調査では16,6%まで落ちた時もあった。調査機関によって10%近くも開きがあるのはいくら何でも差がありすぎ。どこの調査が中立で信憑性が高いのか少なくとも、今回の調査では人柄が信用できるが25%もいるので全く信用できるものではないだろう。 まだ25%も支持率があるとはびっくりだ。日本の皆さんもう少し政治のことを考えたらこんな大きな数字にはならないはず。首相の意見が主流で議員たちの意見はほとんど生かされていないのは首相が原因だ。衆参合わせて700人以上もいる国会議員たちの意見は生かされていない。 安倍内閣から内閣主導の政治が始まり三権分立も危なくなっているこの数字に限らず政治に関する数字はの信憑性は疑義を持って見ています心眼を問われるレベルだと思いますなぜなら日韓の宅配新聞には低減税率が使われていますテレビ会社のほとんどの親会社は新聞社 政府に不利な数字は出ににくいいと思います。政府に関する報道にジャーナリズムは期待できないネットで同じことをすればこんな高い数字は絶対に出ないと思いませんかいまだにこんなわけのわからない支持率を出してくる意味はあるのかな支持率より公約達成率を詳細に出してくれる方が国民は 正確な判定ができると思うネット社会になり支持率なるものは国民が肌で感じているものだそのうちテレビメディアはネットメディアに負けてしまうだろう選挙の戦い方も保守派ファーストではなく半分はいる無党派層へ SNS で訴えかけるやり方に変わっていくと思います